今日からイノシシとと日本ジカの狩猟が解禁となり、県内ではパトロールが一斉に行われました。パトロールは狩猟者の誤射などの事故を防ぐため県や警察狩猟会のメンバーなど合同で毎年実施されています静岡市では猟をしている人に登録証の確認をしたり禁止された場所や方法では発砲しないよう 指導したりしましたまた実弾を装填したまま銃を持ち歩かないよう啓発も呼び掛けました農作物にえ被害を与えるイノシシと日本ジカの狩猟期間は来年3月15日までです